はい、皆さんこんにちは。今日はね、静岡県浜松市の保健所の方にね、用があってやってきたんですけど、車を止めたら、なんとなんとこちらヤクルトのミニカーがあります。ヤクルトレディのお姉さん発見しました。ということで、ヤクルトミニカーの中にはどんな商品があるか見させていただきたいと思います。あ、ヤクルトレディのお姉さんこんにちは。どんな商品があるか見せてもらっていいですか。お、これはこれはかの有名なヤクルト1000じゃないですか。ですね。そうです。はい、これめちゃくちゃ売れてますか。相変わらず人気商品。やっぱり人気商品なんですか。2023年も相変わらず売れてるっていうことですね。お、いろいろあるんですね。ほら、アロエヨーグルトにソフールって、これはストロベリーのヨーグルトみたいな感じかな。ソフール、プレーン、ソフール、レモン、腸内環境を改善するソフールだって。これいいね。あとはね、ほら、こちらもヤクルト1000とね、乳酸菌シロタ株が1本に400億個だって。すごいね。まだまだいろいろありますよ。あ、こっちにもある。あ、これはヤクルトのお姉さんの訪問バッグ。やばい、裏まで見えれて嬉しい。タフマンスーパー S。 あ、これいいな。夜のお供に最高だね。高麗人参 1000mg 入ってます。あとはね、黒酢ドリンクとかね、ギュッと健康カシス。あ、野菜ジュースもあるね。へえ、ヤクルトお姉さんいろいろ持ってるね。あ、牛乳飲料、コーヒーもあるね。すごいね。ヤクルトお姉さんをね、見かけたらね、手を挙げて、手を振れば止まってくれるんですか。あ、そうなんですか。そうしたら、ヤクルトお姉さんを見つけたらね、このような商品がありますからね、手を振ってね、止まってもらえば、いろいろその場で購入できるみたいですよ。ということでね、私はね、ヤクルト1000とかね、ヨーグルトとか、いろいろ野菜ジュースも買っちゃおうかな。いろいろ今から買ってみたいと思います。そんな感じで、今日はヤクルトお姉さんいたんで、いろいろ商品見せてもらってみたでした。バイバイ。